皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。1ヶ月チャレンジ7日目です。ついに1週間になりましたね。昨日はですね、首周り横に倒したり、あとはこう首をね回したり、そんなワークをしてたんですけれども、今日はですね、オープンチェスト、胸をしっかりと開いていきながら背骨を丸めたり起こしたり、そんなワークをねやっていこうと思います。すごくこのエクササイズはですね、いろんな動きをですね、よりスムーズに行っていくのに重要なエッセンスになるので、ぜひね最後まで実施をしていただけるといいかなと思います。それでは早速やっていこうと思いますので、まずですね、皆さん手をこのように開いてもらって、一度ですね、手のひらを下にぐーっと向けていくように内側にねじってみてください。そうすると猫背姿勢になるのがわかると思います。そして逆に手のひら天井方向に外側にね、こうぐーっとねじっていくと、少しね背筋がこう伸びて、バストトップがこう上がっていく感覚があるなというふうに感じられる方多いと思います。これは手の動きを使った運動連鎖っていうね、各関節が近隣の関節に影響を及ぼしていって、どんどん動きが連鎖していくよ、そんな形になるんですけれども、今日はこの手の向きですねを意識しながら、背骨に対してのアプローチ、胸郭に対してのアプローチをしていこうと思います。ではですね、まず皆さん手を90度ぐらい外に、ここからピッと開いてもらったら、手のひら天井に向けるように、肩からですね、肩の付け根から外側にぐーっとねじるように胸を開いてみてください。横から見るとこうやってね、ぐーっと胸が張っているような状態。ここから息を吐きながら、肩の付け根から内側にねじるようにぐーっと前に出していただいて、前でね、手と手の甲をつけるようにねじる、ぐーっと伸ばして、そして息を吸いながらまた胸を開いて、で吐きながらふーっと手の甲と甲をつけていきましょう。もう一度息を吸ってオープンチェスト、息を吐きながらクローズチェスト、息を吸ってオープンチェスト、息を吐いてクローズチェスト、もう一度オープン、クローズ、閉じていきます。あと2回いきましょう。オープン、息を吸って胸を張りましょう。息を吐いて、ラスト1回胸を開いて息を吸います。吐きながら背中を丸めるように、ぐーっと手の甲と手の甲をつけて、手はできるだけ遠くにぐーっと伸ばしていきましょう。では一度手を解放して、でこれだけでもね、かなりいい運動になるかなと思います。そしたらですね、今度は、今はですね、手の動き同じ方向、どちらも内ねじり外ねじりとやってたんですけれども、今度はですね、左右非対称の動きをします。左の手は外ねじり、右の手は内ねじりといった具合で、左右で少しねじる方向を変えてみていただくと、肩のね、こういう入っていく方向と開いていく方向、このツイストが生まれていくので、ぜひ皆さんね、この反対側の動きっていうのを作り出してみてください。少し左右にね、重心がこうやって移動しても OK です。という感じで、もっと分かりやすくやりたい方は、このような感じ、肘を曲げていただいて、こういう動きですね、こういう動き、これでも OK。この時に体はぶらさないように固定しておくのではなくて、体ももう一緒に動かしちゃっていいです。体も一緒にこうやってねじねじと動かしてもらっても OK。 肘を曲げた状態でも伸ばした状態でも結構です。あと3回いきましょう。1、2、1、3、ゆっくりと手を回しましょう。肩を1回すくめて、そしたらですね、もう一つ、今度は体のツイストのワークも一緒にやっていこうと思います。手のひら下に向けていただいて、前習い、片側の手をですね、ぐーっとそのまま水平面上で後ろに持っていって体をねじります。目線は後ろ側の手を意識していただいて、前にある方の手は内ねじり、外側にある手は外ねじりにしていただいて、手と手をぐーっと伸ばすようにして引き離してみてください。ぐーっと伸ばして伸ばして、そして内ねじり外ねじりをさらに強めていく。ゆっくりと後ろにある手を戻して、今度は反対側の手、後ろ方向持っていき、後ろにある手は外ねじり、前側にある手は内ねじりで手を遠くに引き離すように、右手と左手で綱引きの要領で引っ張り合ってください。ぐーっと引っ張って引っ張って、ゆっくりと戻します。もう一度反対側、
前は内ねじ、後ろの手は外ねじです。手と手を綱引きのような量で遠くにぐるっと引き伸ばします。目線は左手の指先、後ろの手の指先になりますね。ゆっくりと戻して反対側しっかりとそれぞれねじって引き離していきましょう。戻してラスト1回ずつ、ぐーっと前にある手を片方後ろに持っていき、前側の手は内ねじ、後ろ側の手は外ねじり、手と手を引き離すようにぐっと伸ばしていきましょう。ゆっくりと戻してラスト1回、反対側の手を後ろに持っていき、後ろの手は外ねじり、前側の手内ねじり、後ろの手をしっかりと見るように、首は後ろ側を見るようにしていきましょう。できるだけ手と手を引き離します。ゆっくりと手を戻して出しましょう。皆さんいかがだったでしょうか。結構ね、肩周りの運動をしているだけなんですけど、全身が動くような感覚があったんじゃないかなと思います。今日はですね、上半身の動きに連動させて背骨だったりですね、あとは胸郭ですね、この肋骨周りの動きなんかも少しねじっていくようなワークの中で出していけたかなというふうに思っております。明日はですね、上半身と肩甲骨に特化したワークをねやっていこうと思いますので、はい、だんだんね動く系のメニューが増えてきましたので、皆さんねここで頑張り時ですよ。はい、それではね、また明日のエクササイズでもお会いできればと思います。またねー。